れの電車の中ラッシュを覚悟して体を預けたドアの端いつもの位置にべったりとつきオレンジから紫への空を見てるあなたと偶然再会してから私はあの部屋へ行くようになった改札を出てからビールを買うと足取りがだんだん速くなる窓の明かり映える気持ちここには私を待つ人がいる1時間の道も慣れたわあなたと二人の時間に霞んでくドアを開けいつものように笑うのきっとあなたは照れたように笑い返すお気に入りのビデオ楽しみにしていたけれどもそれよりおしゃべりしていた終電の時間まで5分